B12B5 ツーリング B62012B7L アルピナはドイツの自動車メーカーチューナーである。BMW をベースとした独自モデルの生産販売とアフターマーケット用チューニングパーツ、ドレスアップパーツの生産販売が主な業務。またワインの販売も行っている。 アルピナが製造する乗用車の年間生産台数は約1700台であり、そのうちおよそ25%が日本において販売されている。BMW 本社からも公認されており、アルピナ製品は BMW の保証も受けることができる。外見上の BMW 社との相違点は等が挙げられる。BMW が生産したホワイトボディに アルピナがパーツを組み付ける工程をとっており、BMW が打刻した瓶を消した上に、アルピナの瓶が再打刻される。現在では、年間約1400台前後を生産しており、生産形態はその多くを手作業に頼っている。それ以上の生産台数拡大は困難で、現在の品質を保つためにこれ以上の生産拡大を図る予定はない。カタログに最高速度の表示はない。 代わりに最高巡航速度という表記がありその速度で、走り続けられる速度を記載してある。また、アンダーステートメントを美徳とした車作りをしている。当時のチューニングの象徴として、アルピナ社の基礎を築いた、ダブルチョーク、ウェーバーのエアファンネルそしてクランクシャフトを加え、赤と青を配色したエンブレムで、赤は、限りない情熱、青は知性、高い志を意味している。 もともとアルピナはタイプライターなどを製造するドイツバイエルン州の事務機器メーカーであった。総代理店であるニコルオートモビルズと BMW ジャパンのディーラーを通して行われている。1980年代中頃から1990年代前半頃まで、BMWM や AC、シュニッツァーなどのチューニングカーとよく比較された。 ドイツ自動車登録局に公認されている。日本においても車検証状の社名は BMW アルピナとして登録される。ニコルオートモビルズ合同会社。ありがとうございます。